クッキーズ・クッキーズは1950年代から1960年代に活動したアメリカ合衆国のリズムブルース系ガールグループ。オリジナルメンバーの一部は後にレイレッツ名義でレイ・チャールズのバッキングボーカルを務めた。1954年にニューヨーク市ブルックリンクで結成されたクッキーズのオリジナルメンバーはドロシー・ジョーンズ、エセル・ダーリン・マクレア、そして ドロシーのいとこであるビューラー・ロバートソンの3人であった。ロバートソンは1956年にマージー・ヘンドリックスに交代した。やがてこのグループはアトランティックレコードにおけるセッションワークを通してレイ・チャールズに出会う。チャールズはじめアトランティックのアーティストたちのバックを務めた後、マクレアとヘンドリックスは1958年にレイ・レッツの結成に加わった。なお、 レーレッツのメンバーであるパッド・ライルズはクッキーズのメンバーだったことはない。1961年、ドロシー・ジョーンズに加え、新たに R ・ジーン・マクレアとドロシーのいとこ、マーガレット・ロスが参加した新たな編成のクッキーズがニューヨークで結成された。ドロシー・ジョーンズは1961年に1回だけソロとしてもコロンビアでレコーディングした。3人のグループは クッキーズ名義のまま他のミュージシャンのバックを務めて大きな成功を収め、ニール・セダカのヒット曲、悲しき母女、ドリーマー、悲しい、あの娘のレコーディングに参加し、キャロル・キングとジェリー・ゴフィンがディレクターとなってアルドン・ミュージックのためにデモ音源をレコーディングした。クッキーズは、リトル・エヴァの1962年のヒット曲、ロコモーションや、それに続いたレッツ・ター・キートロットの バックアップボーカルを務めた。グループ自身の最大のヒット曲は、1963年のドントセイナシシンバッドで、ビルボード氏の R&B チャートで最高3位、ポップチャートで最高7位にまで上昇した。1962年のヒット曲、ジェインズは、後に、ビートルズがレコーディングした。r ン・マクレアは、グループ在籍中に、ケフィン、キング作品の曲、 I am into something good の初録音を含め、ソロシングルを2作発表した後、1965年にグループから脱退した。クッキーズはしばしば別のグループ名を用い、ほとんどの場合はマーガレット・ロスをリードボーカルに立ててレコーディングを行った。この編名による録音には、ザ・パラダイス、ザ・ステッピングストーンズ、ザ・シンデレラズ、ザ・ハニービーズなどがある。 1967年4月、クッキーズはトークンズのプロデュースの下で最後のレコードを録音した。このレコーディングには、アール・ジーン・マクレアに代わって、姉のダーリーンマクレアが復帰した。ドロシー・ジョーンズは2010年のクリスマスの日に、オハイオ州コロンバスでアルツハイマー型認知症の合併症によって、76歳で死去した。マーガレット・ロスは、その後、なお、 マーガレット・ウィリアムズと改め、新たなバックアップシンガーとグループを作り、この新たな編成のグループで、クッキーズとして今も各地をツアーしている。ロスはまた、時折、バーバラ・ハリスザ・トイズとも共演している。ドロシー、ビューラー、マーガレットの3人は、10姉妹同士である。彼女たちのそれぞれ母親は、姉妹であった。クレメンテ、ジョン、ガールグループス。 ファビュラス・フィメールズ・ザット・ロック・ド・ザ・ワールド、アイラ、ウィスク、クラウス・パブリケーションズ、pp、二百七十六、isbn 例から八七三四二一八一六六。ありがとうございます。